今日のインタビューは育成2年目の辻垣投手に来ていただきました。辻垣投手、よろしくお願いします。お願いします。今年になって定期的に途中から先発で投げていますけれども、ここまで今シーズンのピッチング振り返ってどうですか？いい時と悪い時がはっきりしているので、そこをもっと修正してゼロを並べるピッチャーに、頑張ります。いい時っていうのは辻垣投手のどういうところが試合で出せている時ですか？打ちとテンポよく投げて打たせて取ってる時です。実際に辻垣投手の投球拝見させていただいて、いいボール投げるなと思っているんですけれども、やっぱりスライダー系のボールがいいなと思うんですが、大体130キロぐらいのボールっていうのはスライダーっていうことですか、ね、カットボールですか？いや、自分の持ち味でもあるスライダーです。改めて辻垣投手のスライダー、どんなところに強みがあると思ってますか？やっぱりさっき言ったようにテンポよく打ち取るってことが持ち味なんで、スライダーを低めに集めて打たせ取るピッチングっていうのが持ち味です。じゃあ空振りを取るというよりはゴロを打たせたり詰まらせたりとか、そういうために使うスライダーなんですね。そうですね。あと試合で見ていてフォーク系のボールというか右バッターの外に抜けるようなボール投げていらっしゃるんですが、あれ何ですか？チェンジアップとフォークが2種類あるんですけど、そこを使い分けて使ってます。その2つのボールって高校時代から投げてたんですか？いや、高校の時はどっちも投げてなくて、プロに入る前に少し練習して、で今投げてるような感じです。確かに辻垣投手ってスライダーのイメージだったんですけれども、フォークやチェンジアップ練習する上で、勉強したこととか他の人のやってるところを真似した部分とかありますか？いや、特にないです。じゃあ自分で自己流というかキャッチボールとかしながら作ってた感じなんですね。はい、はい。実際に、去年は公式戦の登板なくて、今年公式戦デビューとなったんですが、プロのバッター相手に投げてみてどうですか？やっぱり甘いところに投げたらすぐ打たれるイメージがあるので、そのコースであったり高さであったりっていうのを気を使って投げないといけないなっていうのは思いました。冒頭ではいい時と悪い時の差って話がありましたけれども、悪い時の部分、今課題はどんなところに感じてますか？やっぱり高め浮いて打たれるケースが多いので、低めに投げるっていうか低めへの意識が強いです。今練習ではどんなところに一番力を入れてやってますか？低め投げる練習してます。すいません、同じこと言わしちゃって。改めて支配下に向けての部分で、自分はこんなところをアピールしていきたいっていうのがあれば教えてください。しっかりテンポよく打ち取るスタイルなので、そこを全面的にアピールしていけたらなと思います。まだ公式戦では、勝利がないんですけれども、そこに向けての気持ちっていうのはどうですか？そうですね、しっかり初勝利できるように取り組みからしっかりしていきたいなと思います。球数がだいたいここまで70球前後くらいになっているんですけれども、もっと長いイニングであったり、球数投げたいなっていう気持ちはどうですか？60球ぐらいで球が弱くなってきているので、そこは自分の体力と体に問題があると思うので、そこはしっかり向き合って練習していきたいなとは思っています。辻垣投手の初勝利待ってるファンの方もいらっしゃると思います。それでは最後、バファローズファンの方に一言お願いします。しっかり初勝利できるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。辻垣投手でした。